レス0から8ロッキーズ現地時間5月15日、ペトコパークコロラドロッキーズが2カード連続のスイープに成功。2019年の8連勝以来、5年ぶりとなる7連勝を達成した。ロッキーズは2回表、5番ブレントン・ドイルの5号ソロ、9番ジョーダン・ベックの2点的時、2塁打で3点を先制。続く3回表にも2点を追加し、6回表には、ベックが初塁打となる1号2ラン。ベックは8回表にも、ダメ押しの敵地打を放ち、この試合3安打、5打点の活躍を収めた。投手陣は先発オースティン・ゴンバーとリリーフ3投手で、完封リレー。連勝開始前には、ワーストのチーム防御率 5.67 を記録していたが、連勝期間に入ってからは、全体2位の防御率 1.85 という豹変ぶり。昨季のワールドシリーズ王者レンジャーズに続き、同地区2位のパドレスをスイープした。1週間ほど前には今季で唯一、連勝のないチームとして8勝28敗、39球団ワーストの勝率、222に沈んでいたロッキーズが快進撃。依然として、地区最下位、エンゼルスと並んで、全体27位という成績ではあるが、地区4位ジャイアンツまで 3.5 差に接近。次カードはそのジャイアンツとの3連戦を控えている。一方、パドレスは、4度コロチで、痛恨の同地区カード3連敗。借金が2つに増え、勝率の差で上回っているが、地区3位、ダイヤモンドバックスに、差なしとなっている。